皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、新規初投稿のボード、コタさんからのね、ギター用の直列ボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。ペダルトレインで配線を全部裏に隠してあるのがポイントですということでね、見た目がね、とっても綺麗ですよね。まずね、パッチケーブルがね、ソルダレスケーブルでね、ブランド統一されているということ、それからね、DC ケーブルはね、各ラインごとにですね、結束バンドでね、まとめられていてですね、本当見た目がね、とっても綺麗なボードに仕上がっておりますね。でその DC ケーブルの先にはですね、おそらくね、パワーサプライ隠れてね、裏面に背面にね、取り付けられていると思いますけれどもね、最近ね、すごく多くなってきております、ペダルトレインとかね、パルマー製のペダルベイとかですね、こういったスノコ状のね、ボードの利点はですね、背面にね、パワーサプライを取り付けられるということですね。でそれによってですね、空いたスペースにまたエフェクターを1個ないし2個置けるというね、こういった利点がありますのでね、こういった、スノコ状のボードね、改めて注目なさっていただきたいと思います。そしてエフェクターの方ですけれどもね、注目いただきたいのがファズフェイスのミニタイプですね。昨日ご紹介したね、クタクタさんはね、通常サイズでかなり大きかったですけどもね、ミニサイズこれいいですね。それから空間系はね、1台だけ、フラッシュバックということでですね、TCL のディレイですね、鉄板ですね、ということでね、とってもシンプルな構成ですけれどもね、配線にもこだわったボード、次回はね、マイページ公開いただいてね、このボードのサウンド、 YouTube のリンクなど貼っていただけたらありがたいと思います。この度は投稿誠にありがとうございました。